逆行、打宰治む、蝶々、老人ではなかった。25歳を越しただけであった。けれどもやはり老人であった。普通の人の数年1年を、この老人はたっぷり3倍3倍にして暮らしたのである。2度、自殺をし損なった。そのうちの1度は上司であった。三度、留置場にぶち込まれた。思想の罪人としてであった。 ついに一編も売れなかったけれど、百編に余る小説を書いた。しかし、それはいずれもこの老人の本気でした仕業ではなかった。いわば道草であった。まだにこの老人のひしがれた胸をとくとく打ち鳴らし、そのこけた頬をあからめさせるのは、酔いどれることと、違った女を眺めながら悪なき空想を巡らすことと、二つであった。いや、その二つの思い出である。 ひしがれた胸、こけた頬、それは嘘でなかった。老人は、この日に死んだのである。老人の長い生涯において、嘘でなかったのは、生まれたことと、死んだことと、二つであった。死ぬる間際まで嘘をついていた。老人は今、病床にある。遊びから受けた病気であった。老人には暮らしに困らぬほどの財産があった。けれどもそれは、 遊び歩くのには足りない財産であった。老人は今死ぬることを残念であるとは思わなかった。細々とした暮らしは老人には理解できないのである。普通の人間は臨終近くなると、己の寮の手のひらをまじまじと眺めたり、近親の瞳をぼんやり見上げているものであるが、この老人は大抵目をつぶっていた。ぎゅっと固くつぶってみたり、 ゆるく開けてまぶたをぷるぷるそよがせてみたり、おとなしくそんなことをしているだけなのである。蝶々が見えるというのであった。青い蝶や、黒い蝶や、白い蝶や、黄色い蝶や、紫の蝶や、水色の蝶や、数千数万の蝶々がすぐ額の上をいっぱいに群れ飛んでいるというのであった。わざとそういうのであった。十里トークは蝶の霞み。 百万の羽ばたきの根は、真昼のあぶのおなりに似ていた。これは合戦をしているのであろう。翼の粉末が、折れた足が、目玉が、触覚が、長い舌が、降るように落ちる。食べたいものは、何でも、と言われて、あずきかゆ、と答えた。老人が十八歳で初めて小説というものを書いたとき、臨終の老人が、 小豆粥を食べたいとつぶやくところの描写を成したことがある。小豆粥は作られた。それは、お粥にゆで小豆を散らして、塩で風味をつけたものであった。老人の田舎のご馳走であった。目をつぶって仰向けのまま、にさじすすると、もういい、と言った。他に何か、と問われ、薄笑いして遊びたい、と答えた。 老人の人の良い無学ではあるが利口な若く美しい妻は居並ぶ謹慎たちの手前、嫉妬でなく頬をあからめ、それからさじを握ったまま声忍ばせて泣いたという。盗賊、今年落第と決まった。それでも試験は受けるのである。海内努力の美しさ。我はその身に心を惹かれた。今朝こそ我は早く起き、 全く一年ぶりで学生服に腕を通し、菊花の五書章輝く高い大きい鉄の門をくぐった。恐る恐るくぐったのである。すぐに胃腸の並木がある。右側に十本、左側にも十本、いずれも巨木である。葉の茂る頃、この字は薄暗く、地下道のようである。今は一枚の葉もない。並木路の尽きるところ、 正面に赤い化粧レンガの大建築物。これは行動である。我はこの内部を入学式の時、ただ一度見た。寺院のごとき印象を受けた。今我は、この行動の塔の電気時計を振りあおぐ。試験には、まだ十五分の間があった。探偵小説家の父親の銅像に、慈しみの瞳を注ぎつつ、右手のだらだら坂を下り、 庭園に出たのである。これは、昔、猿お大名のお庭であった。池には鯉と日鯉とすっぽんがいる。五、六年前までには、一つ買いの鶴が遊んでいた。今でも、この草むらには蛇がいる。ガン屋のが物渡り鳥も、この池でその羽を休める。庭園は、本当は二百坪にも足りない広さなのであるが、見たところ千坪ほどの広さなのだ。 優れた造園術の仕掛けである。我は地藩の熊笹の上に腰を下ろし、背を菓子の古きの根株に持たせ、両脚を長々と前方に投げ出した。小道を隔てて大小でこぼこの岩が並び、その陰から広々と池が広がっている。鈍天の下の池の面は白く光り、さざ波のシワをくすぐった毛に畳たたんでいた。右足を左足の上に軽く乗せてから、 我はつぶやく。我は盗賊。前の承継を大学生たちが数並みに並んで通る。引きも切らず、ゾロゾロと流れるように通るのである。いずれは、ふるさとの自慢の子。選ばれた秀才たち。ノートの同じ文章を読み、それをみんなみんなの大学生が、一律に暗記しようと努めていた。我は、ポケットからタバコを取り出し、一本。 口に加えた。マッチがないのである。火を貸してくれ。一人の美男の大学生を選んで声をかけてやった。薄緑色のが伊藤にくるまった、その大学生は立ち止まり、ノートから目をはなさず、加えていた根クのタバコを我に与えた。与えてそのままノロノロと歩み去った。大学にも我に匹敵する男がある。 我はそのコンクの外国タバコからオノガアンタバコに火を移して、おもむろに立ち上がり、コンクのタバコを力込めて地べたへ投げ捨て靴の裏で憎しみ憎しみ踏みにじった。それから、ゆったり試験場へ現れたのである。試験場では、100人に余る大学生たちが、すべて後ろへ後ろへと尻込みしていた。前方の席に座るならば、 思うがままに答案をかけまいと懸念しているのだ。我は秀才らしく最前列の席に腰を下ろし、少し指先を震わせつつタバコを吹かした。我には机の下で調べるノートもなければ、互いに小声で相談し合う一人の友人もないのである。やがて、赤ら顔の教授が、膨らんだ鞄をぶら下げてあたふたと試験場へ駆け込んできた。この男は、 日本一のフランス文学者である。我は今日初めてこの男を見た。なかなかの絵であって、我は彼のみけんのシワに深くながら威圧を感じた。この男の弟子には日本一の詩人と日本一の評論家がいるそうな。日本一の小説家、我はそれを思い、密かに頬をほてらせた。教授がボールドに問題を書き殴っている間に、 我の背後の大学生たちは、学問の話でなく、大抵満州の景気の話を囁き合っているのである。ボールドには、フランス語が五六校教授は教団の肘掛け椅子にだらしなく座り、さもさも不機嫌そうに言い放った。こんな問題じゃ落第したくてもできめえ。大学生たちは、低く力なく笑った。我も笑った。 教授はそれからわけのわからぬフランス語を二言三言つぶやき、教団の机の上で何やら書き物を始めたのである。我はフランス語を知らぬ。どのような問題が出ても、フローベールはお坊ちゃんである、と書くつもりでいた。我はしばらく試作にふけったふりをして目を軽くつぶったり短い頭髪のフけを払い落としたり、爪の色合いを眺めたりするのである。やがて、 ペンを取り上げて書き始めた。フローベールはお坊ちゃんである。弟子のモーパスさんは大人である。芸術の美は所詮、市民への奉仕の美である。この悲しい諦めをフローベールは知らなかったしもオパスさんは知っていた。フローベールは己の処女作、聖アントワンヌの誘惑に対する不評判の屈辱を注ごうとして、一生を棒に振った。 いわゆるコタクの苦労をして、一作、一作を書き終えるごとに、世標はともあれ、彼の屈辱の傷はいよいよ激烈にうずき、痛み、彼の心の満たされぬ空洞が、いよいよ広がり、深まり、そうして死んだのである。傑作の幻影に黙らかされ、永遠の美に見せられ、浮かされ、とうとう一人の謹慎は愚か、自分自身をさえ救うことができなんだ。 ボードレールこそは、お坊ちゃん、以上、先生、求憩させて、などとは書かないのである。二度繰り返して読み、書き誤りを見出さず、それから、左手に街灯と帽子を持ち右手にその一枚の答案を持って、立ち上がった。我の後ろの秀才は、我の立ったために、慌てふためいていた。我の背こそは、この男の暴風林になっていたのだ。ああ そのうさぎに似た愛らしい秀才の答案には、新進作家の名前が記されていたのである。我はこの有名な新進作家の老狽を不憫に思いつつ、彼女事務下げな教授に意にありげに一礼して、斧が答案を提出した。我はしずしずと試験場を、出るが早いか転げ落ちるように階段を駆け下りた。小飼いへ出て、若い盗賊は裏金しき思いをした。 この優秀は何者だ。どこからやってきやがった。それでも、街灯の肩を張りぐんぐんと大股使って胃腸の並木に挟まれた広い砂利道を歩きながら、空腹のためだ、と答えたのである。29番教室の地下に、大食堂がある。我は、そこへと歩を進めた。空腹の大学生たちは、地下室の大食堂から溢れ、入り口よりして長蛇のごとき列を作り、 地上にはみ出て、列脳の,の部分は、胃腸の並木のあたりにまで達していた。ここでは、15銭でかなりの昼食が得られるのである。一丁ほどの長さであった。我は盗賊、期待のすね者、かつて芸術家は人を殺さぬ、かつて芸術家は物を盗まぬ。己、チャチな子理工の仲間、大学生たちをどんどん押しのけ、 ようやく食堂の入り口にたどり着く。入り口には小さい張り紙があって、それにはこう書きしたためられていた。今日、皆様の食堂も、はばかりながら創業満足か年の日を迎えました。それを祝福する難易もあり、わずかではございますが、奉仕させていただきたく存じます。その奉仕の品々が、入り口の旗のガラス棚の中に飾られている。 赤い車エビはパセリの葉の影に憩い、ゆで卵を半分に切った断面には、青い寒天の。ひさし、という文字が灰からに崩されて書かれていた。試みに、食堂の中を覗くと、奉仕の品々の教王に預かっている大学生たちの黒い密林の中を白いエプロンかけた球児の少女たちが、くぐり抜けすり抜けしてひらひら舞い飛んでいるのである。ああ、天井には万国旗。 大学の地下に匂う青い花、こそばゆい毒消しだ。良き日に気合わせたるものかな。共に祝わむ、共に祝わむ。盗賊は落ち葉のごとくハラハラと退却し、地上に舞い上がり、長蛇の尻尾に体を入れ、みるみる姿をかき消した。決闘。それは外国の真似ではなかった。誇張でなしに、相手を殺したいと願望したからである。 けれどもその動機は深淵でなかった。私とそっくり同じ男がいて、この世に一つものが二ついらぬという心から憎しみあったわけでもなければ、その男が私の妻の以前の色であって、いつもいつもその二度見旅の事実を細かく自然主義風に隣人どもへ言いふらして歩いているというわけでもなかった。相手は、私とその夜初めてカフェで落ち合ったばかりの、 犬の毛皮の道着をつけた若い白将であった。私はその男の酒を盗んだのである。それが動機であった。私は北方の城下町の高等学校の生徒である。遊ぶことが好きなのである。けれども金銭には割にケチであった。普段友人のタバコばかりを吹かし、散髪をせず、辛抱してご縁の金がたまれば、 一人でこっそり町へ出てそれを一銭残さず使った。一夜に5円以上の金も使えなかったし、5円以下の金も使えなかった。しかも私はその5円でもって、常に最大の効果を収めていたようである。私のためたつぶつぶの小金を、まず友人の5円紙幣と交換するのである。手の切れるほど新しい紙幣であれば、私の心は一層踊った。 私はそれを無造作らしくポケットにねじ込み、街へ出かけるのだ。月に一度か二度のこの外出のために、私は生きていたのである。当時、私は、わけのわからぬ優秀にいじめられていた。絶対の孤独と一切の会議。口に出して言っては汚い。ニーチェやビロンやハルオよりも、モーパスさんやメリメや王外の方が本物らしく思えた。私は、 ご縁の遊びに命を打ち込む。私がカフェに入っても、決して意気込んだ様子を見せなかった。遊び疲れた風をした。夏ならば、冷たいビールを、と言った。冬ならば、熱い酒を、と言った。私が酒を飲むのも、単に季節のせいだと思わせたかった。嫌い々やいやそうに酒を噛み下しつつ、私は美人の女給には目もくれなかった。 どこのカフェにも色気に乏しいよく気ばかりの中年の女給が一人ばかりいるものであるが私はそのような女給にだけ言葉をかけてやった。主にその日の天候や物価について話し合った。私は神も気づかぬ素早さで飲み干した酒瓶の数を感情するのが上手であった。テーブルに並べられたビール瓶が6本になれば日本酒のとっくりが10本になれば 私は思い出したようにフラット立ち上がり、お会計、と低くつぶやくのである。五円を超えることはなかった。私は、わざと方々のポケットに手を突っ込んでみるのだ。金の自前どころを忘れたつもりなのである。いよいよおしまいにかのズボンのポケットに気がつくのであった。私はポケットの中の右手をしばらくもじもじさせる。 56枚の紙幣を選んでいる形である。ようやく、私は1枚の紙幣をポケットから抜き取り、それを10円紙幣であるか5円紙幣であるか確かめてから、助給に手渡すのである。釣り線は、若いけれど、と言って見向きもせず全部くれてやった。肩をすぼめ、大股を使ってカフェを出てしまって、学校の寮に着くまで私は一度も振り返らぬのである。 明くる日から、またつぶつぶの小銭をために取りかかるのであった。決闘の夜、私は、ひまわり、というカフェに入った。私は紺色の長いマントを引っ掛け、純白の革手袋をはめていた。私は一つカフェに続けて二度は行かなかった。決まって五円紙幣を出すということに不信を持たれるのを恐れたのである。ひまわり、絵の訪問は、 私にとって2月ぶりであった。その頃私の姿にどこやら似たところのある異国の一青年が活動役者として出世しかけていたので私も少しずつ女の目を引き始めた。私がそのカフェの隅の椅子に座るとそこの女給4人すべてが様々な着物を着て私のテーブルの前に立ち並んだ。冬であった。私は熱い酒をと言った。 そうしてさもさも寒そうに首筋をすくめた。活動役者との掃除が直接私に利益をもたらした。年若い一人の女給が私が黙っていてもタバコを一本恵んでくれたのである。ひまわりは小さくてしかも汚い。即発を言った一尺に二尺くらいの顔の女のぐったりと頬杖をつき、くるみの実ほどの大きな歯を剥き出して微笑んでいるポスターが 東側の壁に一枚貼られていた。ポスターの裾にはカブビールと横に黒く印刷されてある。それと向い合った西側の壁には一の壺ばかりの鏡が掛けられていた。鏡は金粉を塗った額縁に収められているのである。北側の入り口には赤と黒との島の汚れたモスリンのカーテンが掛けられ、 その上の壁に、沼のほとりの草原に裸で寝転んで大笑いをしている西洋の女の写真がピンで留め付けられていた。南側の壁には、紙の風船玉が一つ、くっついていた。それがすぐ私の頭の上にあるのである。腹の立つほど、調和がなかった。三つのテーブルと十脚の椅子。中央にストーブ、土間は板張りであった。 私はこのカフェでは、到底落ち着けないことを知っていた。電気が暗いので、まだしも幸いである。その夜、私は異様な艦隊を受けた。私がその中年の女給に尺をされて熱い日本酒の最初のとっくりを空にした頃、先に私にタバコを一本恵んでくれた若い女給が、突然、私の鼻先へ右の手のひらを差し出したのである。私は驚かずに、 ゆっくり顔を上げて、その女給の小さい瞳の奥を覗いた。運命を占ってくれ、というのである。私はとっさのうちに了解した。たとえ私が黙っていても、私の体から予言者らしい高い匂いが発するのだ。私は女の手に触れず、ちらと目をくれ、昨日愛人を失った、と呟いた。当たったのである。そこで異様な艦隊が始まった。 一人の太った女給は、私を先生とさえ呼んだ。私は、みんなの手相を見てやった。19歳だ。虎の年生まれだ。良すぎる男を思って苦労している。バラの花が好きだ。君の家の犬は、子犬を産んだ。子犬の数は6。ことごとく当たったのである。かの痩せた、目の涼しい中年の女給は、 二人の亭主を失ったと言われて、みるみる首をうなだれた。この不思議の敵中は、みんなのうちで、私を一番興奮させた。すでに六本のとっくりを空にしていたのである。この時、犬の毛皮の道着をつけた若い百姓が入り口に現れた。百姓は私のテーブルのすぐ隣のテーブルに、こっちへ毛皮の背を向けて座り、ウイスキーといった。 犬の毛皮の模様は、ブチであった。この白章の出現のために、私のテーブルの宇頂点は一時冷めた。私はすでに六本のとっくりを空にしたことを、チクチク食い始めたのである。もっともっと酔いたかった。今宵の寒気をさらにさらに誇張してみたかったのである。あと四本しか飲めぬ。それでは足りない。足りないのだ。盗もう。 このウイスキーを盗もう。女給たちは、私が金銭のために盗むのでなく、預言者らしい突飛な冗談と見て取って、帰って喝采を送るだろう。この白章もまた、酔いどれの悪ふざけとして苦笑を漏らすくらいのところであろう。盗め、私は手を伸ばし、隣のテーブルのそのウイスキーのコップを取り上げ、落ち着いて飲み干した。喝采は起こらなかった。 静かになった。百姓は私の方を向いて立ち上がった。外へ出ろ。そう言って入り口の方へ歩き始めた。私もニヤニヤ笑いながら百姓の後について歩いた。金色の額縁に収められてある鏡を通りすがりにちらと覗いた。私はゆったりした美情婦であった。鏡の奥底には一尺に二尺の笑い顔が沈んでいた。 私は心の平静を取り戻した。自信ありげに、モスリンのカーテンをパッと弾いた。ザ・ヒマワリと黄色いローマ字が書かれてある四角の拳費の下で、私たちは立ち止まった。女給四人は、薄暗い角口に白い顔を四つ浮かせていた。私たちは次のような騒論を始めたのである。あまりバカにするなよ。バカにしたのじゃない。甘えたのさ。 いいじゃないか。俺は百姓だ。甘えられて腹が立つ。私は百姓の顔を見直した。短い角刈りにした小さい頭と、薄い眉と、一重まぶたの三拍眼と、青黒い皮膚であった。見たけは私より確かに五寸は低かった。私は、あくまで茶化してしまおうと思った。ウイスキーが飲みたかったのさ。美味しそうだったからな。 俺だって飲みたかった。ウイスキーが惜しいのだ。それだけだ。君は正直だ。可愛い生意気言うな。たかが学生じゃないか。面らにおしろいをぬたくりやがって。ところが僕は、駅舎だということになっている。預言者だよ。驚いたろう。酔ったふりなんかするな。手をついて謝れ。僕を理解するには何よりも勇気がいる。 いい言葉じゃないか。僕はフリードリッヒ・ニーチェだ。私は女給たちの止めてくれるのを今か今かと待っていた。女給たちはしかし、揃って冷たい顔して私の殴られるのを待っていた。そのうちに私は殴られた。右の拳が横からぐんと飛んできたので、私は首筋を素早くすくめた。十件ほど吹っ飛んだ。 私の白線の帽子が身代わりになってくれたのである。私は微笑みつつ、わざとゆっくりその帽子を拾いに歩き始めた。毎日毎日のみぞれのために、道はトロトロ溶けていた。しゃがんで、泥にまみれた帽子を拾った途端に、私は逃げようと考えた。ご縁助かる。別のところでもう一度飲むのだ。私は二足三足走った。 滑った、仰向けにひっくり返った、踏みつぶされたアマガエルの姿に似ていたようであった。自身の無様が私を少し立腹させたのである。手袋も上着もズボンもそれからマントも泥まみれになっている。私はノロノロと起き上がり、頭を上げて百将のもとへ引き返した。百姓は女給たちに取り巻かれ、守られていた。 誰一人味方がない。その確信が私の凶暴さを呼び覚ましたのである。お礼をしたいのだ。せせら笑ってそう言ってから、私は手袋を脱ぎ捨て、もっと高価なマントをさえ泥の中へ金繰り捨てた。私は自身の大時代なセリフと身振りにやや満足していた。誰か止めてくれ。百姓は、もそもそと犬の毛皮の道着を脱ぎ、 それを私にタバコを恵んでくれた美人の女給に手渡して、それから懐の中へ片手を入れた。汚い真似をするな。私は身構えて、そう注意してやった。懐から一本の銀的が出た。銀的は軒火の火にキラキラ反射した。銀的は二人の亭主を失った中年の女給に手渡された。百姓のこの良さが、私を夢中にさせたのだ。 それは小説の上でなく、真実、私はこの百姓を殺そうと思った。出ろ。そう叫んで、私は百姓の向かうズを泥靴で力いっぱいに蹴上げた。蹴倒して、それから澄んだ三白眼を送り抜く。泥靴は虚しく空を蹴ったのである。私は自身の部格好に気づいた。悲しく思った。この温かい拳が、 私の左の目から大きい鼻にかけて命中した。目から真っ赤な炎が吹き出た。私はそれを見た。私はよろめいたふりをした。右の耳たぶから頬にかけてピシャッと平手が命中した。私は泥の中に両手をついた。とっさのうちに百姓の片足をガブと噛んだ。足は硬かった。路傍の箱柳の杭であった。私は泥にうつぶして、 今こそおいおい声を立ててなこうなこうと焦ったけれど、哀れ一滴の涙も出なかった。クロンボ、クロンボ羽織の中に入っていた。檻の中は一の壺ほどの広さであって、真っ暗い奥積みに丸太で作られた腰掛けが一つ置かれていた。クロンボはそこに座って刺繍をしていた。このような暗闇の中でどんな刺繍ができるものかと、 少年は抜け目のない紳士のように、鼻の両脇へ深いシワを刻み込ませ口曲げてせせら笑ったものである。日本チャリネがクロンボを一匹連れてきた。村は、どよめいた。人を食うそうである。真っ赤な角が生えている。全身に花の形の村がある。少年は、全くそれを信じないのであった。少年は思うのだ。 村の人たちも心から信じてそんな噂をしているのではあるまい。普段から夢のない生活をしているゆえ、こんな時にこそ勝手な伝説を作り上げ、信じたふりして寄っているのに違いない。少年は村の人たちのそんな安易な嘘を聞く旅ごとに、歯ぎしりをし耳を覆い、飛んで彼の家へ帰るのであった。少年は村の人たちの噂話をまぬけていると思うのだ。 なぜこの人たちは、もっと大事な事柄を話し合わないのであろう。クロンボは、メスだそうではないか。チャリネの音楽隊は、村の狭い道を練り歩き、60秒と経たぬうちに村の隅から隅にまで宣伝し尽くすことができた。一本道の両側に3丁ほどかやぶきの家が立ち並んでいるだけであったのである。 音楽隊は、村の外れに出てしまっても歩みを止めないで、ホタルの光の曲を繰り返し繰り返しそうしながら名の花畑の間を練って歩いて、それから田植えまっ最中の田んぼへ出て、狭いあぜ道を風波に並んで進み、村の人たちを一人も見逃すことなく浮かれさせ橋を渡って森を通り抜けて、ハンリは慣れた隣村にまで行き着いてしまった。村の東端に小学校があり、 その小学校のさらに東隣が牧場であった。牧場は百坪ほどの広さであってオランダ原下が敷き詰められ、二匹の牛とハンダースの豚とが遊んでいた。チャリネはこの牧場にネズミ色したテントの小屋をかけた。牛と豚とは飼い主のナ屋に移転したのである。夜、村の人たちは放火無理して二人三人ずつ固まってテントの中に入っていった。 六七十人のお客であった。少年は大人たちを殴りつけては押しのけ押しのけ、最前列へ出た。丸い舞台のぐるりに張り巡らされた太いロープに顎を乗せかけて、じっとしていた。時々目を軽くつぶって、うっとりしたふりをしていた。軽技の曲目は進行した。樽、メリアス、無知の音、それから禁断、痩せた老婆、間延びた喝采。 カーバイト。二0かほどのガス灯が小屋のあちこちにでたらめの間隔を置いて吊るされ、夜の昆虫どもがそれにひらひらからかっていた。テントの布地が足りなかったのであろう、小屋の天井に十坪ほどの大きな穴が開けっぱなしにされていて、そこから星空が見えるのだ。クロンボの檻が、二人の男に押されて舞台へ出た。 檻の底に車輪の足がついているらしくからからと音立てて舞台へ滑り出たのである。放火無理したお客たちの怒号と拍手。少年は物憂げに眉を上げて檻の中を静かに観察し始めた。少年はせせら笑いの影を顔から消した。刺繍は日の丸の旗であったのだ。少年の心臓は独特とかすかな音立てて鳴り始めた。 兵隊やその他兵隊に似通ったような概念のためではない。クロンボが少年を欺かなかったからである。本当に刺繍をしていたのだ。日の丸の刺繍は簡単であるから、闇の中で手探りしながらでもできるのだ。ありがたい。このクロンボは正直者だ。やがて、演尾服を着た人炭の髭のある太夫が、お客に彼女のあらましの来歴を告げて、それから、 ケルリ、ケルリ、と檻に向かって二声叫び、右手の鞭知を小息に振った。鞭の音が少年の胸を鋭く突き刺した。左右に嫉妬を感じたのである。クロンボは立ち上がった。鞭の音に脅かされつつ、クロンボはのろくさと二つ三つの芸をした。それは卑猥の芸であった。少年を置いて他のお客たちはそれを知らぬのだ。人を食うか食わぬか。 真っ赤な角があるかないか。そんなことだけが問題であったのである。クロンボの体には、青いの腰みのが一つ、つけられていた。油を塗りこくってあるらしく、隅々まで強く光っていた。終わりに、クロンボは歌を一鎖り歌った。伴奏は太陽の無知の音であった。シャーボン、シャーボンという簡単な言葉である。少年は、 その歌いの響きを愛した。どのように無様な言葉でも、切ない心がこもっておれば、きっと人を打つ響きが出るものだ。そう考えて、またぐっと目をつぶった。その夜、クロンボを思い、少年は自らを汚した。翌朝、少年は登校した。教室の窓を乗り越え、瀬戸の小川を飛び越え、チャリネのテントめがけて走った。テントの隙間から、 ほのくらい内部を覗いたのである。チャリネの人たちは舞台にいっぱい布団を敷き散らし、ゴロゴロと芋虫のように寝ていた。学校の鐘が鳴り響いた。授業が始まるのだ。少年は動かなかった。クロンボは寝ていないのである。探しても探しても見つからぬのである。学校は真となった。授業が始まったのであろう。 第二課、アレキサンドル大王と医師フィリップ。昔ヨーロッパにアレキサンドル大王という英雄があった。少女の朗々と読み上げる声をはっきり聞いた。少年は動かなかった。少年は信じていた。あのクロンボはただの女だ。普段は檻から出てみんなと遊んでいるのに違いない。水仕事をしたり、タバコを吹かしたり、日本語で怒ったり。 そんな女だ。少女の朗読が終わり、教師のダミ声が聞こえ始めた。信頼は美徳であると思う。アレキサンドル大王はこの美徳を持っていたがために、一命を全うしたようであります。皆さん、少年はまだ動かずにいた。ここにいないわけはない。檻はきっと空っぽのはずだ。少年は肩を固くした。こうして覗いているうちに、 クロンボは、こっそり俺の後ろにやってきて、ぎゅっと肩を抱きしめる。それゆえ背後にも油断をせず、抱きしめられるに格好のいいように肩を小さく固くしたのであった。クロンボは、きっと刺繍した日の丸の旗をくれるに違いない。その時俺は、弱みを見せずこう言ってやる。僕で行く一目だ。クロンボは現れなかった。テントから離れ、 少年は着物の袖で狭い額の汗を拭って、のろのろと学校へ引き返した。熱が出たのです。肺が悪いそうです。袴に網上げの靴を履いている男の老教師を、まんまと騙した。自分の席に着いてからも、少年はごほごほとに背の席払いにむせ返った。村の人たちの話によれば、クロンボは、やはり檻に詰められたまま、滅場車に積み込まれ、 この村を去ったのである。太夫は、斧神が身を守るため、ピストルをポケットに忍ばせていた。定本、晩年、新潮文庫、新潮社。1947、昭和22、年12月10日発行。1985、昭和60、年10月5日70冊開版。1999、平成11、 年6月25日100号初出、蝶々、決闘、クロンボ。文芸。1935、昭和10、年2月号。盗賊、帝国大学新聞。1935、昭和10、年10月7日。入力、村田拓也。厚生、青木直子。1999年12月17日公開。 2013年4月6日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、h t t p w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。